皆さんこんにちは。レック中小企業診断士講座2019年目標の1位の実は企画としては最後になります。超直前ピンポイント予想白書施策10点アップ道場、担当いたします。レックね、専任講師中小企業診断士の小松です。よろしくお願いします。実は直前の試験1週間前の日曜日の午後、中小の中身を、ね、ある意味レックで、まあ、ある意味に、ね、その年の目標の1位試験で最後の講義をやるというのをもう実は5年連続で担当させていただいているという、ね、これになりまして、最近は小松先生最近、ね、また直前今年もやるんですよね、どんなことでやるんですかということを聞かれます。で実は今ねこういうふうな形で、パンフレット出てると思うんですが、ここではまだね1週間前に重要論点インプット即時アウトプットで得点アップということで何をやるかってことについては書いてませんね、いうところで、まあ、こんな形で、ね、オリジナルレジュメでというところでね、基本的に池袋とそれから全国こういったところで中継しますよってことは書いてあるんですからね、だいたい4時から、4時半まで2時間半ということになるんですけど、今年何をやろうか考えました。昔でいうと付属統計資料であるとか、それとか 中小のねその経営強化法とかそういうところにフォーカスしてやっていくっていうのをやったんですけど、今年何をやるかというところで、今年やっぱり考えたのは2つ大きなテーマを考えました。一つは設備投資かな。はい、やっぱり設備投資が盛り上がっていかないと世の中盛り上がっていかないということでね、白書のところでもこの第1章でも第2章のねところでも取り上げられたっていうところ、これが大きいのかなと思います。それだともう一つね、やはりテーマ出てくるのはこちらのね、いわゆる労働生産性の向上をね中心とする事業再生統合を通じた労働生産性の強化ってのは DIM の第6章なんですけど、実はこれ事業承継のための M&A が増えてるよということがあるので、ですんでこの章を取り上げた後、この、ね、講義の特徴なんですけどね、よいしょ、こちらです。例えば事業承継のために M&A やる、そこを、ね、例えば奨励するものって何って言ったら、例えば、ね、経営承継、今ね事業承継に関して10年間の事業立法で一つは法人向けの事業承継っていうのはすごく強化されてる。でさらに今年度は個人向けの事業承継税制特例の、ね、税制ができて10年間有効になって事業資産が対象になったよって大きな事実と動きがありました。ここについて整理してお伝えしようかなというふうに思ってるのと、さらにちょっとこれ見てください。事業承継補助金、実は言うとねこの経営革新とか事業再建 M&A に向けての補助金って出てるんで、こういったものなんかもその白書関連で出るんじゃないかなということなんで、この講義の大きな特徴は白書それから施策の連動講義というところが大きな特徴になっています。でさらにもう一つの大きな特徴、はい、実はこのグラフとか見ていただいた後にすぐに下に例えばチェック問題、ね、こういうのをつけて、このね、例えば白書の、このね、白書の施策の理解大丈夫とか、ね、はい、あともう一つあるんですけどね、この丸バツチェックももちろんあるんですけど、例えばね、この設備投資の労働生産性の向上、ね、2の5の1図見ていただきました。リーマンショックの水準に達してないということなんで、そこについて問題演習、でこの問題演習も今回ね、例えばテーマ別討論とか、それから最終のファイナル模試、ね、それからステップアップ模試なんかも含めて、ここ解いたけどこれすぐ解けるというところなんかを即時に問題演習して、でさらにこの問題演習を下見てください。ここには答え書いてないんです、ね、で次のページ見るとめくると答えが書いてある。その場ですぐ確認できる。これを授業でやっていこうかなっていうふうに思ってます。つまり白書の重要なところ、それから政策で重要なところで、今回に関しては2ポイント、一つが設備投資労働生産性というところで、そこに絡む施策ですので、そこに絡む施策というと、はい、例えば、ね、このものづくり補助金とかね、それから新たな特許料の減免制度とかね、そこら辺のところのものづくり産業なんかを支援する、その他サービス業の支援なんかの政策なんかもご紹介していこうかなというふうに思って、これをとにかく2時間の中でなるべくスピーディーに、でも要するに事業だけやるんじゃなくて論点整理した後すぐに問題解いていただいて、これ大丈夫、これできる、ね、やっていく、
で間違えたらすぐそこ戻って覚えておこうねっていうことをやるんで、効率よく抑えられるかなというところがあります。で最後もう一つお土産を用意してます。あの私の授業の時は結構ねこういうのを丸抜チェックとか授業の最後にやったりするんですが、そこまとめたもの、ね、例えば中小企業小規模事業白書のチェックなんていうのがありますから、ね、こういったものね各図なんかの、ね、こういったものなんかを用意して、でこうやって隠せば、ね、パッとやればすぐにこうやって、ね、丸抜でチェックできるということなんで、当日試験場を持ってってこれ見てる方が多いなんて話を聞いてます。ですのでこのね中小用の丸抜チェックと、それから制作用の丸抜チェック、だからここの丸抜チェックというのはさっき言った設備投資とかね、それとか M&A 事業承継とはまた別の、ですので全般的なチェックができる、そういったチェック問題なんかも用意して、最後に1点でも2点でも、いや1点でも2点っていうか、まあ2点はありますけどね、2点でも3点でもワンマークでも多く取りたい皆さんの本当に昼休みの時間ね、あのその次の8月の頭らしいの日曜日にね、昼休みにちょっと見てもらうのにいい、そういったテキストなんかも用意して、まあ最後のねチェックを皆さんの、ね、お助けしたいなっていう気持ちの中で気合を込めて皆さんにメッセージを伝えていく、そんな講義を展開していく予定でございます。はい、ですので今回は、ね、この超直前ピンポイント予想白書施策10点アップ道場ということで、ここに関しては今年に関しては一つは、ね、設備投資、もう一つは事業承継というテーマを、ねをね、中心に取り上げて問題演習とそれから知識のインプットを同時にやっていくよということを目玉にやっていきたいと思います。池袋、ね、でやってきますので、ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。そして全国の方も繰り返しになりますが、池袋ね、2時から4時半4月28日そして、ね、札幌から那覇まで、全国で、ね12カ所で、中継を、ね、結ぶ予定になっておりますので、こちらの方で全国の方でも、ね、ご利用いただけるということになってますので、ぜひ最後に気合を入れて、ね、最後の日曜日です。試験前のなかなか勉強が手につかないという方いらっしゃると思うので、だったらに、ね、例えば午前中に会場下見行って午後にちょっとここ来てもらって勉強のペース掴んで、あと1週間の、ね、このチェックっていうのをやっていただくということで有効活用していただければなというふうに思います。はい、では以上で、まあ、いわゆる小松道場直前ピンポイント予想白書施策10点アップ道場の、ご紹介終わりたいと思います。ではこれ実際に受けない方も、ね、あの要するにこの授業を受けない方も中小企業診断士の試験を受けられる方頑張ってください。そして、ね、この講座を受けようと思っている方、ね、一緒に頑張りましょう。では、ねこの動画おしまいにしたいと思います。では池袋または全国の、ね教室の中継会場の方でお待ちしております。